ヴィンセンスは1826年収益、1865年退役のアメリカ海軍の700トンのボストン級戦闘スループ。現役中は太平洋の警備、南極調査、南北戦争中のメキシコ湾封鎖等に従事した。ヴィンセンスの名前は独立戦争中のヴィンセンスの戦いに由来する。ヴィンセンスは地球を一周した最初の米国軍艦であった。 初代ヴィンセンスは、1825年3月3日に、会員で10席の建造が承認された、ボストン級スループの一隻である。ブルックリン海軍交渉で1825年に、気候、1826年4月27日に、浸水、1826年8月27日、収益した。初代艦長は、ウィンリアム・ボルトン中佐であった。 1826年9月3日、ニューヨークを出港し、ケープミサキ経由で太平洋に向かった。1929年にはハワイ諸島を訪れ、1830年にはマカオに寄港した。その後フィリピン、インド洋、希望ミネを経由して帰国した。当時の館長であったチャールズ・スチュワートは、この世界一周合会に関する本を出版している。 ヴィンセンスがニューヨークに戻ったのは1830年の6月8日であり、およそ4年をかけての世界一周であった。2日後にヴィンセンスは任務を解かれた。修理を完了した、ヴィンセンスは1831年から1832年にかけて西インド諸島とメキシコ湾で任務に就いた。大熱病との長い戦いの後、ヴィンセンスは任務を離れた。 1833年には再び太平洋に向かう。ヴィンセンスはグアムを訪れた最初の米国軍艦となった。再び地球を一周し、1836年6月に米国東海岸に戻った。チャールズ・ウィルクス1836年に任務を離れた後、ヴィンセンスは軽艦パンを増設するという改造を加えられ。 南極に向かう米国調査隊の機関となった。チャールズ・ウィルクス・隊員に率いられ、調査隊は1838年8月にハンプトン・ローズを出港、南アメリカ沿岸に沿って調査を続けながら南下し、1839年には短期間南極を調査した。1839年の8月及び9月には南太平洋に入ったが、 その際にヴィンセンスの地図作成者が作った地図は現在でも使用されている。その年の残りを南米西岸と南太平洋の調査に費やし、1839年の暮れにシドニーに入港し、ここを南極探検の母校とした。1840年の1月中旬から2月中旬にかけて南極大陸の沿岸を調査。ヴィンセンスが公開した。 沿岸部は、ウイルクスランドと呼ばれているが、その名は1841年に初めに地図に記載されたものである。さらに、南太平洋の島々、ハワイ、コロンビア川、ピュージェット湾、カリフォルニア、ウェイク島、フィリピン諸島、南アフリカを調査し、1842年6月に3度目の地球一周を終え、ニューヨークに戻った。ヴィンセンスは続いて、 フランクリン・ブキャナン中佐を艦長に迎え、本国艦隊に所属した。ブキャナンは後に、アナポリス海軍兵学校最高責任者となる、屈指の士官であった。1844年、ヴィンセンスは、西インド諸島を呼び、メキシコ沿岸を航行した。この間に特筆するような事件はなかったが、テキサス沿岸で座礁した、英国のブリッグを二隻救出している。 この行為に対し、英国政府から感謝状が送られた。また、ブキャナンはメキシコからテキサス共和国に対する新たな侵略行為を防止するよう命令されていた。幸いなことに、そのような事態は発生せず、ヴィンセンスは8月15日にハンプトンローズに戻った。1845年6月4日、ヴィンセンスは、 ハイラム・ポールディング大佐を艦長と渡し、極東へ向かって出航した。両艦は、戦列艦、コロンバスであり、この小艦隊を、ジェームズ・ビドル大将が指揮した。ビドルは、国務長官のジョン・カルフーンから講師として、清市に滞在していた経営ブクッシングに対し、日本との外交接触を開始する、胸の指令書を持っていた。艦隊は、リオデジャネイロから、 希望峰を経て、マカオに向かった。ビドル大将は無事マカオに到着したが、クッシングはすでに帰国した後だった。また、彼の公認であるアレクサンダー・エヴァレットは、日本への航海に耐えうる、健康状態ではなかった。このため、ビドルは、自身で日本との交渉を行うことを決意した。裏側における、コロンバスとヴィンセンス1846年7月7日、 ヴィンセンスとコロンバスは日本に向かってマカオを出港し、7月19日に浦賀に入港した。直ちに日本の船が領艦を取り囲み、上陸は許されなかった。ビドルラは丁寧に対応されたものの、日本を開国の交渉は断られた。7月29日、領艦は浦賀を出港、コロンバスは米国に戻ったが、ヴィンセンスはさらに1年中国水域に泊まり、 1847年4月1日にニューヨークに戻った。9日に任務を解かれ、カンドックに入った。1849年11月12日、ヴィンセンスは最終駅し、ちょうど1ヶ月後にニューヨークを出港、ケープミサキ経由で南米西海岸に向かった。1850年7月2日、エクアドルのグアヤキルに停泊中、 エクアドル革命軍のエリザルで将軍を3日間、かくまった。サンフランシスコでは、カリフォルニアゴールドラッシュのため36人の乗員が、退官した。再び南に向かい、1851年くれまで、南米にあり、沿岸部での革命活動を監視した。その年の終わり、ヴィンセンスは、 ハワイ王国を親善訪問にした。そこから、米国西海岸に向かい、1852年2月2日に、ビューゼットワンに到着した。しばらくそこに停泊した後、サンフランシスコ、ケープ岬を経由して9月21日に、ニューヨークに到着、24日に任務を解かれた。1853年3月21日、再び任務につき、 5月13日、ノーフォークにおいて、リングゴールド中佐の率いる調査探検隊の機関となった。今回の調査先は、中国水域、北太平洋、ベーリング海峡であった。リングゴールド中佐は、ウィルクス探検隊にも参加したベテランであった。艦隊は、ヴィンセンス、フェニモア・クーパーなど5隻で構成されており、 1853年6月11日、ノーフォークを出港、インド洋の数多くの島や浅瀬を地図に記載した後、中国には1854年3月に到着した。そこで病気となったリングゴールドに代わり、マシューペリー大将は調査隊の指揮権をジョン・ロジャース大尉に与えた。ヴィンセンスは小笠原諸島、マリアナ諸島を調査し1855年2月に、 香港に戻った。3月に調査隊は再び出港、琉球諸島や千島列島の島々を調査した。ヴィンセンスは、ペトロパブロフスクで艦隊の他の艦艇と別れ、ベーリング海峡を突破し、ウランゲリ島を目指し北西に進んだが、流氷のため島には到着できなかった。しかし、これまでの、いかなる艦船よりもウランゲリ島に近づいた。 10月初めサンフランシスコに戻り、ホーンミサキを経由して1856年7月13日、ニューヨークに到着し、4回目の地球一周を終えた。1857年から1860年にかけ、ヴィンセンスは、アフリカ艦隊で任務に就いた。A カラードリトグラフ・オブ・ザ・ユエスセス・ヴィンセンズ1861年4月に、南北戦争の勃発に伴い、 ヴィンセンスは6月28日に最終駅し、メキシコ湾封鎖の任務が与えられた。9月3日、フロリダのピケンズトリで沖に到着し、ミシシッピ川川口の占領作戦を支援し、封鎖を続けるようするように命令された。北軍の封鎖は順調に続けられていたが、 1861年10月12日、南部海軍の昇格艦、マナッサスと2隻の武装蒸気船アイビーと、ジェームズ・エルデーがリッチモンドとヴィンセンスを座礁させることで、封鎖の突破を試みた。ヴィンセンスは南軍による打法を避けるために、自爆するように命令された。乗組員が脱出できるように、火薬庫に、ゆっくり燃える、導火線が仕掛けられた。が、 火薬庫の爆破は失敗し、南軍の艦艇が午後早く引き上げた後に、ヴィンセンスは再浮上した。南軍の攻撃を受けた後も、ヴィンセンスはミシシッピ川の封鎖を続け、コーヒーを満載して封鎖を突破しようとした、英国のバークを11月27日に打破した。1862年3月4日には、プロリダのペンサコーラに向かい、 ミシシッピと交代するよう命令を受け、そこで6ヶ月間ペンサコーラとアラバマノモービルの間を往復しつつ紹介を呼び、偵察任務に就いた。10月4日、ヴィンセンスは、シップアイランド沖で、封鎖任務に就くように命令された。ヴィンセンスと、両艦クリフトンは1863年7月18日に、橋家を打破した。12月24日にも、 食料を積んだ二隻のボートを逮捕した。ヴィンセンスは戦争の期間中、シップアイランド沖に泊まり、戦争終了後の1865年8月28日、ボストン海軍交渉でドック入りし、待機状態となった。1867年10月5日に競売にかけられ、約5000ドルで落札され、海軍での現役生活を終えた。ありがとうございます。